こんにちは、速稼塾の久保です。吉谷さんのメッセージね、いつも熱いですね。今回はですね、1兆円もらっても就職しないぞということだったんですけども、私は1兆円もらったら就職しますね、喜んで。やっぱりね、何のために一人でいるのか、何のために生きてるのかって議論もありますけども、就職ぐらいで私は自分の人生が邪魔されるようなね、そんなちっぽけな、そんなね、ライフスタイルを送りたくないなとも思ってるんですよ。で、これはね、もう考え方の違いでもあると思うんですけども、確かにね、この、月給20万だと私は就職しないかなと思いますけども、さすがに1兆円だと私は一人で1兆円稼ぐようなね、度量はないですから、1兆円だったら手っ取り早く収入にもなるし、それから組織にいるってことがね、結構ね、そんなに変なことではないと思うんですよね。で、一人でいるっていうのも結局組織の中にいるっていうのと、私は同じ側面もあるなと思うんですよ。地域に支えられて、ビジネススタイルに支えられてですね、なんかやんわりとした組織にいるのかなとか思っちゃうんですよね。ちょっとごちゃごちゃした言い方になりますんで、もう一回まとめますけども、さすがに1兆円だと私は就職するかなと思います。吉田さんはね、1兆円もらっても就職しないっていうのは、それはさすがだなと思いますよね。ここは、このね、動画をご視聴の方も、いくらだったら就職するかなとかね、いくらでも就職しないよって考え方、様々あると思います。私はその中で、金額によっては就職するかなってとこですよね。で、またね、何ですかね、理屈っぽいこと言いますけども、1兆円の給料を払える会社って、今はなんかその地上に存在してないんですよね。Google とか Apple 以上の会社だと思うんですよ。いや、そういう会社でどういう風なね、ビジネスが行われてるのかって非常に興味があるんで、内部から見てみたいなっていうのがあるのと、あらゆる企業っていうのは目的のために存続してるんですよね。その目的が成立したら、その会社っていうのはミッションを得るわけなんで、1兆円の給料を払える会社にどんなミッションがあるのかなと思うんですよね。で、そのミッション、自分のスケールをはるかに超えたそんなミッションのために、ちょっと自分の身を捧げてみてもいいかなっていう興味もありますね、ちょっとね。で、1兆円の給料が払えるってことは、当然利益はもう数十兆円とか数百兆円出てると思うんで、間違いなくこれね、地球レベルの、すごい、地球を経営してるような会社、ロスチャイルドでもこんな給料払えないと思うんで、すごいなと思いますよね。だから現実的にその1兆円の給料って考えてみたら、私は非常に興味があるかなと逆に思ってしまいましたね。吉田さんはちょっと就職しないかもしれませんけども、私はね、自分の人生が自由っていうのは何が自由かっていうと、就職する自由も残ってるっていうのを込みで自由な人生だっていうふうに考えてるんですよね。これが私の考えのまとめになります。私はいつでも、だからね、介護士やろうともいつも思ってるんですよ。就職する選択肢も持ってるし、今はたまたま、自分の会社に就職してますんでね。自分の会社3つも経営してるんで、経営していながら特に勤務がない会社なんで、今のスタイルでいいかなと思いますけども、勤務がないのと同時にミッションがないんですね、私の会社には。何にも。目的がないんですよ。だって何もしなくても、収入があるんで、目的の持ちようがないんですよね。改善のしようもないんですよね。だからここに来ると、なんか逆にね、なんか、何ですかね。一定のミッションを押し付けられたいなっていうね、そんな気さえしてしまうのが人間の不思議なところかなと思います。私今ね、どこで働いてるかというと、町内会で働かしてもらってるかなっていうね、感じですかね。そんな感じでございました。ぐちゃぐちゃっとお話ししましたけども、1兆円に反応してしまいました。皆さんどうお感じでしょうか。それでは失礼します。